寝かせておき、押すと、スタッと起き上がる、その名も、起き上がりブーツを作ります。赤と白の折り紙を使います。まず、赤い面を上にして、全体を半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。90度回し、また半分に折ります。今度は、この上の1枚を、ここの部分を手前に折ります。続いて、この端をこの部分に折ります。全体をひっくり返します。左右の端を中央に折ります。まず、右側、中央に折ります。続いて左側、中央に折ります。続いてこの右の部分、このように持ち上げて、手前から指を入れ、三角に広げます。ブーツの先になるんですが、尖りすぎているので、このように、まず少し折ります。そしてから、この部分を開いて、中に入れ、畳みます。続いて、この左端を、ここと、ここの間に入れ込みます。このように、押し込んでいきます。続いて反対側、反対側のここに斜めの折り筋を入れます。こうすることでふっくら膨らみを作ります。下から見るとこのような形です。さらにこの部分、ここを丸くします。このように、特にこの重なった部分はこのように丸くし、トンネルのような形を作ります。同じものをもう一足作ればブーツの完成です。このように寝かせておき、この部分押せばスタッと起き上がります。ぜひ作ってみてください。